これもしかしてこの辺りからもう、会話変わっとったかな？全然覚えてないけど。いや、切ない圭介です。何を言っているの？意味がわからないわ。よう考えたらね、前回のパートのやつ見返してきたらね、もうここで変わっとうみたいね。よう考えたら。前回は今のさっきの青とピンクの床のところからいきなりベルが料理されたところの部屋まで行くんですよ。それがここに戻ってきたんですよ。もうこの辺からもう変わってしまっとるっていうね。トゥルエンドらしい。ここは、どうして？マルガレーテもこれに関してはイレギュラーだったらしい。ここに飛ばす予定はなかったらしい。目覚めたばかりのお前が、俺にかなうと思うのか？え？ハンス、お前、何が俺にかなうと思うのかって。お前、そんな能力もないもんないだろ。力の制御が効かず、無意識に眠っていた連中を呼び起こしたり、子供のお前の思念だけが歩き回ったり、本当にどうしようもないガキだな。ハンス、あなた、魔法が。孤独と恐怖が7日目に呪いを生んだ。母さんに、鳥籠の中へ閉じ込められて7日目。お前が母さんを殺す時には、俺はもう人間じゃなくなっていたんだ。だが、俺は人間でいたかった。母さんとお前と、この家で、一緒に暮らしていけたら、それでいいと思っていた。お前でも、人間でいてほしかった。いようことから関して、ハンスも魔女だったって。魔女。女じゃないけどな。魔法使いって言うべきか。だったんやな。どうにかなると思った。俺もお前も普通の人間として生きていけると思っていた。だが甘かったな。俺たちがマリア・マグドレーネの子供として生まれた時から、人としての人生など歩めるはずがなかったんだ。ベル。ハウス。ベル、無事だったか。よかった。ハウス、俺には妹と話がある。お前は村に帰る。ハウス、話が終わったら私の村に来てくれる？ハウス。一人で逃げると言ったはずだ。お前と行くつもりはない。俺はこの家から出て行くつもりはない。え？ハウス！ハウス、死なないよね？誰も私の顔を見てくれなかった。パパもママもみんなあなただけなんだよ、ハウス。言ったはずだ。俺には見えていないだけだと。違う、ハウス、見つけてくれたじゃない。私のこと、あの真っ赤な場所で、ちゃんと本当の私を。見つけたことがここで会話として出てきとんで。おう。ちゃんと私のことを見てくれるのはハウスしかいないんだよ。死なないで、お願い。俺がお前を助けようと思ったのは、妹にこれ以上人殺しをさせたくなかったからだ。お前じゃなくても俺は同じようにした。なんで嘘つくの？そんな顔で言われても信じられるわけないじゃない。俺は今どんな顔をしている？小豚みたいな顔。あ、よ、跳ねのけた。じゃあな、ベル。二度とここには来るなよ。ハウス。ヒース、ベルを頼んだぞ。オッケーだ、ベイベー。何？話して。ヒース、ダメだよ。ハウスを置いていっちゃダメ。ハウス、なんでこんな転移できたんや。今の転移なんだったん？今、マリア・マグダレーネじゃないわ。何だったっけ、こいつ。ベルじゃないだろ。ベルリーナじゃなくて、この魔女の能力じゃないぞ。はい。いつかヒースが転移魔法を使えるようになっとる。お前のことも大切だったぜ、ベル。最後の最後でベルのことを大切って言うっていうね。しかしベルには届いていない。抱きしめた。ハウス、ピアス戻していたぞ。よかった、ハウスが持っていたのね。ずっと探していたの。せっかくハウスがくれたものだったのに見つからなくて。
亡くなってしまったんじゃないかってずっと怖かったの。美味しかったか？何の話？食っただろう、金髪の美人な女の子。え、誰？金髪の美人な女の子って誰？ああ、美味しかったわ。20年ぶりだもの。本当に美味しかった。金髪の美人って誰？確かベルは栗色のやつやけんさ。てか今逃げたしさ、違うよな。ハンスってば、いつも牛や羊の肉ばかり買ってきて私に食べさせるんだから、もう嫌になってたのよ。それならよかったな。最後にうまい肉が食えて。え？どうした？ハウス。燃えるよ、燃えるよ。いやあ、熱い、痛い。いやー、かまどに押し込められた母さんだって痛かったさ。生きたも焼かれたヘンゼルも、かまゆでにされたグレーテルも、お前に殺された女の子も。やめて、ハウス。お願い、助けて、助けてー。あいつらは本当に家畜だったか、考えたこともなかっただろう。でも、もういい。お前と母さんと3人で暮らしたな、このお菓子の家で。ずっと一緒にいられたらと思っていた。ここが人食い魔女の家でも、俺にとってはかけがえのない場所だった。ただいま。あ、ベル。脱出した後じゃ。ここ、森の入り口。ハウス。あ、ダメだよ、ダメよ。ハウスのところ行ったらダメよ。バダッ。あ？ヒース？ヒース、魔力切れた。魔力切れて普通の人間戻った。どうなったんやろ、ハウス。ハウスー！チャララー、チャララー。あ、これエンディング？エンディングだね。はい、というわけで今回ベルとお菓子の家2周目クリアしました。デルエンド。え、これ歌詞入りのエンディング。え、これこの悲壮感、ハウス自分と道連れに道連れにしたんじゃん、ハウス。なんかあの魔女の妹の名前がなんか思い出せんけど、何だったっけ妹の名前を思い出せんのやけどここに来て妹の名前を思い出せんっていう神社を見たけど、なぜ名前だったっけ妹と道連れになって二人一緒に死んだんやな。兄として一緒に死ぬことを選んだな。これビルを救出できたもののハウスは生きて帰ってこれっていう、そういうてるエンドだったんだ。なんかすごいこの BGM がエンディング悲しく聞こえる。エンディングテーマ、ノアップはさ、どこの国の言葉だ、ドイツかな。サイツキミオズかもやるかな。すごいな。この BGM、このエンディングやばいな。なんかの映画のエンディングになっても主題歌になってもおかしくないレベルじゃないこれ。相関的にだからすごい気持ちは込み上げてくれるな。ハウス助からんのね。2番入った2番入ったよ。喋ることないよ。そうですね、ミニゲームがなかなか難しかった気がする。特に足もがれた女の子が追いかけてくるところ、追いかけてくるところ、脱出の時にやたら顔がきちくになって追いかけてくるんですよね。あれめちゃくちゃ難しかった。なんだろう、魔女がおる時にバレずに、魔女にバレずに部屋から出ていく
部屋通り過ぎるやつ、あれも難しかった、あれも難しかったよあんなに難しくていいんか。まず攻略法っていうか、どうやって戦略立てるかっていうのわからんかった。難しかった。エンディング終わるかな。あ、ベルのムーブ的な感じか。かわいいな、かわいいワンピースだな。お、とうとう顔見える、顔見えるんだこれ。とうとうどんな顔だったかってわかるんだな。かわいいけど俺のタイプじゃない言ってしまった俺のタイプじゃない。悲しいやな、ハウスが帰ってこん、ハウスと別れて悲しかったやな。この調子でハウスの顔を見てみたいんやけど、出てくるかな。めちゃくちゃあったもん、この絵に、この BGM、 主題歌がめちゃくちゃあったもん。ハウスは、ハウスの絵は、ハウスの顔見てない。結局ハウスの顔を見ずに終わったら終わるんかな。ハウスの顔期待。ハウスはハブラルやかな、ハブラルやかな、カンパレルナ。あ、なんか俺変なこと言いました。さあここでハウスの顔ではなかった、顔ではなかった後ろ姿だった。これなんでこの壁のシミ見る習慣をこう撮影したんだろう。あ、その子だ、ベルやな。服装変わって、なんかすごいおしゃれ、なんかお金持ちみたいな服装しとけど、お菓子の家めっちゃ崩れてる。ハウスの思い出が誰か壊しとる。それともあの燃やした時に、シナバモロットもで燃え合った時に壊れたんかな。なんこれ、バームクーヘン買ってきたの、ハウスにあげるね。お参りみたいになっとる。てか服やって黒いし、本当お参りみたいになっとるぞ。誰かいるのか、まさかこの声は。ハウス生きとった。誰だそこにいるのは。ベルリーナ、ベルだよ。ベル、ハウス、ベル、ハウス。相変わらず美味しそうな名前だな。久しぶりに会った時の第一声それか。バカ、ほんとバカだよよかったハウス生きとったんじゃ、最後の最後でやったって感じですよ。はい、というわけで今回ベルとお菓子の家2周目クリアふう、視聴者さんの方にはちょっと2周目なかなか始めないっていうことで、ちょっと迷惑かけたと思いますが、ここで2周目クリアしてこのトゥルーエンドを見ることができました。これで思い残すことはないでしょう、このベルのお菓子の家には。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回から何かします、何かのフリーゲーム新しく始めるか、可能性も2周目やらなあかんね。はい、というわけで今回はこの辺で、週上げ。